こんにちは、ゆかりです。はい、今日はね、あんまり自作する人いないかな、わかんないですけど、あんばこですね、を自作したので、そちらを、はい、ご紹介したいかなと思います。最近あんばこですね、箱の状態で多分、もう新品って売られてないのかな。ちょっとね、私がね、探した上では、新品は売られていなくて、中古だったらね、まあ、個人売買のサイトとか、そういったところで見受けられるんですけれども、意外といいお値段。で、あとフィルムバッグですね。布状で、フィルムこう中でね、やれるよっていうのは売ってるんですけれども、昔からね、箱でやっていたので、なんか、いや、私の勝手な食わず嫌いなんですけれどもね、ちょっとなんか嫌だなっていう思いがあって、まあ、これからのモノクロのねフィルムですね、フィルムローダーも買って、自分でねパトローネにフィルムを詰めてなんていうことをやり始めようと今考えています。現像もね今できるのでね、私自身がねラボボックスですね、そちらを持っているので、でフィルムのねモノクロ白黒写真ですねをやるにあたって、やっぱりあんばこが必要だなというふうに感じて、ちょっとあんばこを自作しました。はい。何で作ったかって、段ボールです。こんな感じ。あと、2。はい。スーパーに行って、同じ大きさの段ボールを2つ、はい。いただいてきて、1つは箱の上箱。結構ここ厚めに作りました。光入らないように、上からこう差し込むようにね、ポンと。で、あと下ですね、が、こちら。中でゆっくりと、はい、作業できるように、ちょっと、厚めにして、はい、います。で、中は、これ光る素材で作ってしまうといけないので、もともとのあんばこもそうなんですけどね、こういうなんて言うんでしょう、光らない素材ですね。で、私自身は100円ショップにあるフェルトですね、そちらを両面テープでなんか貼りました。こんな感じ、こんな感じって言っても困っちゃうね。はい。で、段ボールなのでこの角ですよね、角から光が入るっていうのをすごく押されたので、きっちりとここの角をね、ガムテープとか黒いガムテープとかいろいろを使って遮光するように施してみました。うん。あ、ちなみにね、外観のこれはね、お菓子のね段ボール箱いただいて、お菓子の段ボール箱のちょっと嫌だなって思って、これはね私が勝手に、はい、放送したんですけれども、でね、あとこの手を突っ込むこの袖の部分は、ホームセンターに行って腕カバーですね、これ使っちゃったんでこれしかないんですけど、腕カバー、農作業するときにここにカバーするじゃないですか、それを、二重にしています。で、中でバラバラにならないようにね、ちょっと手前だけここだけ軽く縫ってね、手を入れるところも作っているっていうところですね。はい。なので総制作費がこの、腕カバーですね、これが結局、1,2,3,4 枚ですね使ってるので、2つ買ったのでこれで300円、
あと、中のこのフェルトですね。これで200円。うん、あと、両面テープと、なんだっけ、出てこない。ガムテープとこの包装紙で約1000円ですね。約1000円でこちらの形ができました。あの、軽くていいです、これ。もうブンブン触れちゃうぐらい軽くてね。はい。意外といいものできたかなって思いますね。はい。というところで、今日はちょっと短い動画ですけれども、はい、あん箱を作ってみたよというお話でした。というところで、今日の動画は終わりたいと思います。ではまた、バイバイ。